現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、私の初めてのファッションショーの模様をお届けしようと思うんですけども、夏頃からずっと地元の高校生といろいろ話をしたり打ち合わせをしたりして、車椅子でも着れるウェディングドレスを高校生の子たちが制作してくれていたんです。地元の絹、鶴岡シルクというシルクを使って、高校生たちが、私のウェディングドレスもそうですし、ドレスもそうですし、自分たちで自分たちが思い描くドレスをですね、その被服家の子たちがですね、作って、その完成したものを今回ファッションショーとして市民の皆さんに、地元のホールでファッションショーを開きました。ぜひその模様をご覧ください。形状はこういう隣接ラインだったらこういうの好きだなっていうのが私のやつで、プリンセスラインじゃなくてこういうタイプじゃなくて、普通になんかタイヤも出てます。私はすごくポッてなっていう感じが好きなタイプです。私の体に合ったドレスを作っていただくので、しっかりと採寸もしていきます。車椅子に乗った状態で自分でも漕げるドレスを作っていくので、車椅子のサイズもしっかり測っていきます。1年生から3年生まで一人一人が自分でデザインして、自分でドレスを作ってファッションショーに臨んでいきます。いやー、すごいですね。高校生もこれくらいできるっていうのはちょっと改めて感動しました。入んない？無理かな。待って。でも全然なんか入りそうだったけどな。あ、全然入るじゃん。余裕なんだ。ちょっとなんかで。ちょっとそうそうそう。さっき見えるかな。映ってます？あ、はい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 。あら、かわいい。どうする？こういう風に。これタイヤに引っかかったら危ないですよ。まっすぐくらいだったら多分引っかかんない。引っかからない。回っても全然引っかかんないから大丈夫。ちょっと下ついててもいい感じですね。うん、かわいい。うん、これはちょっと、川崎はこれじゃないですけど、まだ。ちょっとあれだもん。ね、トップがいいか、お団子のところを後ろにして、うんうん、後ろにつけるか、トップに持ってくるかですよね。すごい大人っぽい。急にね。ね。アメリカンスリーブ。首は苦しくないです。うん、メールであとはやり取りしながら3回目最後の試着調整の日、初めてドレスを着て廊下を走りました。もうファッションショーが楽しみで楽しみで仕方ないです。はーい、今日は明日の本番に向けてリハーサルです。あれが明日の本番の会場の雰囲気になります。これからまこちゃんはお着替えをして明日のためにリハーサルをします。髪の毛もちょっとウェディング風にカラーしました。2人の間に入ってください。そんな一人で前に出てきます。ゆっくりでいいでしょう。時間の実際に入ってください。そこで、ということで、明日1回ゲネプロあります。ゲネプロというのはゲネラルプロベッチで都市芸能の本番通りありますので、協力の方よろしくお願いします。じゃあまずは皆さんお疲れ様でした。そんな色黒っていう印象はない。え、ないですか？ないですよ。あ、よかった。すごい黒いって言われるのに。めっちゃ見せてる。後輩の子が言ってて。
ありがとうございます。行きましょう。じゃあ後ろから行きます。はい、いいね。何でもしてくれる天使ちゃんたちだな、本当に。朝泣くよ。でもうちらの時は笑われるよね。うん、そこはね、最初のここで泣くよ多分。よかったね。ポイントをお話ししていこうと思います。車椅子で着るドレスっていうのは、まあ、レンタルということもありなかなか自分に合うドレスっていうのはなくて車椅子が全部見えちゃうドレスが多いんですけど今回はこういう風に全部ふわっと隠してなおかつ自分でも焦げる車椅子をということでお願いして作りました。そしてベールも長く長く二の腕が気になるので二の腕も隠してねというような感じで素敵なドレスになりましてこれは 2way でございます。はじめに巻いていたふわっとした部分を取り外すとこういうようなマーメイドっぽい、まあ、これも私もマーメイドタイプが好きだからということでこのマーメイドの形をしたドレスを 2way で作ってくれました。これは全部鶴岡のシルクを使って生徒さんたちが一から手作りした素敵なドレスなんです。は
はい、こんな感じでもう本当に楽しかったですね。なんかこう熱くなるものでというか夢中になれるものをみんなで、まあ、私は本当に一人のただのモデルとして参加したんですが、少しだけでも関わらせてもらったのがとっても嬉しかったです。前回もクラウドファンディングのお願いをしましたが、今回は市が主催した高校生だけのファッションショーになりましたけども、2月に同じ今回出てくれたその高校生の子たちと一緒にダウン症の子たちのダンスであったり、目が見えないこのピアニストさんと演奏をしながら入場したり、いろいろもっともっと高校生だけではなくいろんな子どもたちと一緒にファッションショーができたらなというイベントを2月に開催する予定でいます。クラウドファンディングもまだまだこの動画期間中は応募しておりますし、当日ぜひまた見に来てほしいです。今回来れなかったよっていう地元民の方であったり、そうじゃなくもしお近くの方はぜひ2月ファッションショー来ていただきたいと思います。また随時私の SNS でも発信していきますので、要チェックでよろしくお願いします。はい、ということで高校生の皆さん本当にありがとうございました。そしてまた2月よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。めっちゃいい。